装甲艦とは、厚い金属板により、装甲が施された木製の、または鉄骨に、木板張りなど数種の材料で作られた軍艦である。1854年に、フランスにおいて、世界初の紅葉装甲艦、ラグロワールが建造される以前から、ヨーロッパにおいては船を建造する最小格として、利用するために、金属製の船骨を用いており、 また金属板張りの軍船についての記述も存在する。それらの中には漢方が装備されているものもあった。東アジアにおいては16世紀から漢方を持ち金属の装甲が施された軍船についての記録がある。しかしながら同時代の資料が不十分であることもあり、ヨーロッパと極東のどちらの例においても本当に鉄の装甲を持つ船が存在したかについては不明瞭で、 遺説が多いことには留意しなければならない。鉛装甲のキャラック船であるサンタアンナ号はオスマントルコに対して効果的に運用された船の装甲は木材を侵食する船食い虫から保護する目的で船体を覆う習慣とは区別しなければならない。古代イギリシャの商船は紀元前5世紀までにはこの目的のために鉛の薄い板で覆われていた。 古代ローマにおける例では、皇帝カリグラが建造させた後ネミコに沈め、後世に発掘されたネミ船の水面下の部分が薄い鉛で覆われていた。この習慣は、大航海時代において、スペインとポルトガルにおいて、再び行われるようになり、また1760年代になって、イギリス海軍も銅を軍船に使用し始めた。古代イギリシャの選手ヒエロン二世によって、 紀元前240年頃建造された巨大なシリクナという船はマストの先端を聖堂で覆い敵の乗船を防ぐため鉄製の柵を甲板に設けていた。船体は鉛の板で覆われ青銅の釘で固定されていた。ローマ帝国のカタフラクト軍船は側面オタールを塗った鉛によって防護されていた。これは 敵船の衝突に対しては十分な防御力を発揮できなかったものの、長期艦海にいることによるダメージから船体を保護する役割を担っていた。ノルウェーのロングシップの中には早くも11世紀には鉄の装甲が喫水船に沿って施されたものがあり、例えばエイリーク・ハーコナルソンのアイアンビアードがそうである。ペドロ4世は火器から防御するために船を重火で保護しており、 これは、ローマ海軍がかつて言っていたのと同様である。オランダの軍船フィニス、ベリススペイン艦隊のバスク人提督ジュアンロープで、ラスカナンバーワン505年に船骨を鉄で覆った、船を収益させた。西洋派歴史団の銅張りのキャラック船サンタアンナ号を、初期の総行艦とみなす指揮者もいる。1522年から1540年まで、この軍船は、地中海において、 オスマン帝国に対し効果的に運用された。プレベザの海戦において、オスマン帝国の艦隊に深刻なダメージを与えたベネツィア共和国の機関、ガレオンオブベニスには金属の板が貼られていた。1585年のアントワープ包囲戦において、オランダ側は所持していた、マンオブボーであるフィニス、ベリスの一部に鉄板を貼っていた。1782年に、 ジブラルタル包囲戦において使用された浮き放題は木製の板、鉄合子、革で作られた分厚い装甲が施されていたが、あまり効果を上げることはできなかった。アジアにおける初期の船の装甲はおそらく船の下部に保護の目的で貼られた薄い金属膜に起源を持つだろう。208年の石破壁の戦いにおいて、軍船は炎から保護するために濡れた重火で覆われていた。 1130年になると、皇天等の戦いにおいて、金の船乗りは、オールの穴が開いた、素材不明の現象を船に設置していた。また、宋の将軍陳シーフが導入した二隻の外輪船は、側面が鉄板で保護されていると記されている。三船図は畑丸。19世紀の創造図。1578年に、日本の大名、織田信長は、 鉄鋼船と呼ばれる六隻の鉄張りの大安拓船を建造し、第二次木津川口の戦いにてこれらを用い毛利氏を破ったと推測される。しかし鉄板による装甲を直接的に示している同時代の資料は多門院日記しかなく、その多門院日記も鉄の船なり、鉄砲を通らぬよいことごとし気になりという伝文の記述である。このため、 信長の鉄鋼船が鉄張り走行を持っていたのかという点が疑問となっている。信長の鉄鋼船は未だ謎に包まれているが、秀吉が鉄の走行を持った大型船を建造したことは、フロイス日本史に明確に記述されている。名古屋からジョアン・ロドリエゲスは一書簡を送付してきたが、彼はその中で次のように述べている。関白はこの旅の朝鮮征服のために、育石化。 非常に大きい船舶を建造させました。それらの船はすべて水面から上は鉄で覆われ、中央に線路を有します。相互に通じる船橋はいずれも鉄がかぶせられ、木は露出していません。そしてすべて花裸しく美しく塗り金されています15世紀の李氏朝鮮において建造されたとされる吉光船。この絵は1795年に、 同時代の船を参考にして描かれたものである。豊臣秀吉の朝鮮出兵において、李氏朝鮮軍が用いたと記録される。喫香船はしばしば鉄張りの装甲を持っていたと、されるが、朝鮮側の資料には鉄張りだったという記述はない。喫香船の考案者とされる、李春臣の日記では、乗船しようとしてきた敵を串刺しにする鉄の棘が、背面に設置されていたとは書かれているものの、 鉄張り走行については記述がない。彼の老いもまた、鉄器上に鉄の棘があったとのみ記述している。朝鮮の最小である龍成達は、明確に喫光線は木の板で上部が覆われていると記述している。防火、防食を目的とするものであるものの、徳川秀忠が幕府五選手と、向井忠勝に建造させた史上最大級の畑線、畑丸は、 谷櫓及び船体のすべてに同意たばりが施されていたことが幕府の公式な記録から確認されている。鉄板を張るよりは費用が高くつくものの理論上は塩分に対する耐久性は高くなる。この船は50年近く運用された。ありがとうございます。